T90TR のリクエスト商品かな、確か。涙のリクエスト。 AKB でしたっけ。さえ、これはネタか振りなのか。なの AKB でこの歌歌ってるの。涙のリクエストなんかなんとかリクエストって歌があったよね。そうそう、曲違いだね。なあなあなあじゃないね。じゃないじゃない、ね、それは私の可愛がってる妹分、うん、違う子だね、それはね。そうそうそう、うん、ゴーグルつけた方がいいですか。的なものをつける。奥に使う。ああいいよ。いや、どうすんの格好は。もうみんなジマだって分かるように。分かるように。タイは、タイはこういうの似合わないですけど。あ、それダメだな。それレンズが、レンズ入っちゃってる。うん、ダメ。色入ってるのダメだ。色入ってるのダメだから、うちにはこの辺にあんない色全部入っちゃう。だからもう、だってこれ着たら、いや、それすげえいいよ。これはだってどっかの工事現場で超いいよ。おじさんになっちゃうこれ。すごい。田中健。ほら、まんまになっちゃう。いいよこれ。もうつけた瞬間、お前いいなこれって思ったもん。これじゃ現場の人間っすね、完全に。おー、デミさんもちょっと。はい。いるよねこういう人。いますか。どこの現場？あの、ちなみに、はい、鳥が基本は指離すんだよ。銃口向くときは浦賀さんがたまに銃口向いちゃいますけどねって言ってくれるから、基本的にこの横の姿勢って感じですかね。まあ銃口はね、一応ね。まあやってみよう。まあね、何回かこれやることにまあもうなりそうですね。かけます、うん、まあどうしましょう、入りどうしましょう。はい、あり、いろいろやってみなよ。いろいろって言ったら何でもいいからやってみればいいっすよ。もうリハしといた方がいい。それとも一発撮りでいいんじゃない今。一発撮りでとりあえず行ってみる。まあほぼリハみたいなもんな気がするけどね。ちょっとデメリュー、デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー絶賛放送中。最新情報が盛りだくさん、ぜひ見てください。説明しよう。普段はまるでさえないスノボ部はアイロンを装着することでトスロとして変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセプライヤー、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。